まあ、ここでねどんどん定着していくとそういう意味では町に根付くんじゃないかなと思いますね。一方の川崎は本当に地道な地域貢献活動から始めて、はい、町に根付き始めましたもんね。スタジアムに声援が戻っています今シーズン。まず車屋ロングフィード、家長です。間で受けた瀬古、宮代動き出しますが遠野胸コントロールから中、宮代と脇坂、遠野自ら打っていく、わずかに外れましたがいいシュートでした。脇坂、宮代かわして、かわしてシュート、脇坂だ、オフサイドフラッグ上がりました。どこだろう、ただ脇坂は違いますと。あ、レフリーはオフサイドって口が、そうですね、そして得点ありませんよということで、はい、そしてパトリックはファーサイドややフリーの状態になっています。今2人準備をしているのは川崎フロンターレ、そのパトリックだ、最後パウリーニョか。VAR で確認中です。あ、そして関節フリーキックということになりましたから、ね、オフサイドですね、はい、山根、小林優のヘッド、若原、山田が来る、ワンタッチで上げてもう一度小林シュート、伊予葉、さらにシミッチのシュートだ、動きしますね、ここで競り勝ちますからね、ターゲットシミッチですが、伊予葉が競り勝ちます。セカンドボール、マルシーニョの足元、大島浮かせます、小林優のヘッド、ここで来たエース、最後の最後に劇的なゴールを決めた小林優、すぐにここの奥にファーに入れて、で、まあ、小林選手もあの奥にあるボールを逆サイドに持っていける力強さですよね。そうですね、これがフロンターレのエースです。今シーズン初ゴール、劇的なゴールになっています。そうですね、ここからファーに持っていけるんですね。なるほど、まあ、でも最初にステップでファーサイドに逃げてるからなんですけどね。ここで長いホイッスルです。